どうもー、ふーじたです。からの富士、富士からの富士、からの、切れたなー。マーカムじゃないんかーい。マンダムでもないんかーい。よろしくお願いしまーす。はい、ということでね、マンダムと思いきやマーカムに変えてくるのかと思いきや、シックのカミソリでしたね。なんて言っておりますけどもね。今回なんですけども、だいぶ開封してるんでね、新たに届いた少しのものともらいもので、まあ、こんな感じですね。初心に戻ったというか、一番最初こんなもんだったと思うんですよね。という感じで、いきたいと思います。じゃあ、まず、この辺りからいきますか。この紙袋。これはまあ、もらいものケースですね。来ましたね、ついにね。事務所の年賀状ですね。今回の僕の絵はこちらになってますね。長野さんの隣のこれですね。まあまあ、ここにね、出れるか出れないかっていうのは、まあ大きな問題だと思いますよね。今回長野さんの隣に、映ってますね。ここですね。田中光先生という、まあ漫画家、芸人の方に書いてもらったですね。事務所所属の人なんですけども。で、まあ、ここもね、重要なんですよ、これ。このね、まあ去年もね、見ていただいたと思うんですけど、このまあまあ、まあまあ、ほぼ売れてる順に書くみたいなことあるんですよね。だから、まあサンドイッチマンが来て。まあ、あと多少同じぐらいの売れ具合だと、芸歴とか年齢が、まあ左右することもあるんですけど、まあ、うちの売れてる順としては、サンドイッチマン、長野、雷っていう順番。まあ、売れてる順って言い切っちゃうのも語弊があるんですかね。っていう感じでしょうかね。まあ一応、これ名前全部出てんのかな？という年賀状ということで、ね、まあ、関係者の方にはね、毎年送ってるんですけども、まあ、この年賀状で送らせていただきますんでね。あと、そうそうそう、一応ね、まあ、変に調べてほしくないんですけども、知らない方から年賀状が来るっていう話をしたんですよね。まあ、場合によってはね、これで返すこともありますんで、ね、まあ、あんまり調べてもらいたくはないですけどね。って言ってますけど、年賀状。事務所の年賀状でしたね。あ、そして、ついに来ましたね。わかります？新しい藤田カードね。今まで配ってたのはこれですよね。押木蓮介先生のカード。で、この田中光先生、まあうちの事務所なんですけども、にも書いてもらったということですね。だからこの新しいバージョンが加わった。で、裏もこんな感じで、押木蓮介先生、裏田中光先生。こっち田中光先生、田中光先生みたいな。このバージョンね、今年は配っていきたいと思いますんでね。関係者の方々ぜひ受け取ってください。イベントがありましたらイベントでもそれはね、配りますんで。というカードが、まあ結構な量。ありますね。名刺カードみたいなことですね、これね。あ、結構ある。まあ。これ事務所にも置いてあって、事務所の人も関係者に配ってくれてるみたいなことなんですね。こんだけありますね。ゲットナビですね。これはまあ僕の連載があるやつなんですけど、これもまあ6年目ぐらいに突入してるんですよね。オリジナル抗菌マスクケース。最後何やってんのかな？ローリングサンダーかな？あ、あった、ここか。あ、ローリングサンダーだ、やっぱ。アレスタとローリングサンダーがやってるやつですね、これね。ローリングサンダーね、ハミコン版激ムズっすからね。このレイラちゃんがまたね、さらわれて、脱がされて、倒れて、白目向くっていうなんかね、感じますよね。何かがあったんじゃないかって思わされ。子供ながらにも結構、このシリアスな感じがね、良かったですけど、ついに来ましたね、これね。ディル・アングレイ、オフィシャルファンクラブ。ヒョウさんとの対談はね、すごく反響がありましたよね。こういうのも結構ね、僕ね、ファンクラブに入っていたというかね、まあ、ありましたね、当時ね。ディルさんがラサディーズのところですね、1990年代前半。これですね、まあまあ、ちょっと詳細はね、ファンクラブに入っていただいて、ぜひ見てください。あと、ファンクラブかな、あと限定動画っていうのもありますね。今日かけるゲーム芸人藤田、これはなかなかミスマッチなグルメ、グルメじゃない、ミスマッチグルメさんという芸人がいました。ミスマッチな組み合わせ、ぜひぜひ見てみてください。あ、そしてこれで以上なんですけど、これで事務所に届いた、リスナーの方なのかな、クリスマスプレゼントって書いてありますね。なんかすげえ、ちょっと雰囲気見てもらえます？これすごくないですか？なんか封筒があって、なんかゲームっぽいものがあって、さらに下に封筒があってゲームっぽいものがあるみたいな、なんか君たちがいて僕がいるみたいなね、チャリ浜さんやないかなって言ってますけどね。まず一番上になるんで、多分順番的にってことですよね。上の手紙ってやつをちょっと見てみますね。
はじめまして、動画を楽しく見させていただいてます。福袋は特に楽しく面白いです。楽しい動画を出してください。家を整理したらいろいろ使っていないソフト機器が出たので、ジャンクのものかもしれませんが持っててもらいたいと送らせていただきました。はい、ありがとうございます。千葉県の方からいただきましたね。それでは間引いてみましょうか。まず一番上にあるやつ、ああミニボーイ、まあいろんなゲームが入ってる、キーホルダー系のやつでしょ。ミニボーイ、これどんなゲームが入ってたんだっけ。テトリスとかでしょ基本的には。あ、でも色が違う、全部違うのかな、全部同じなのか。逆にミニゲーム、ミニボーイ118って書いてあります。全部118、色がちょっと若干違うやつがあるぐらいで、これちょっとね錆びてるのと安売りで磨かないといけないのと、あと これちょっとねネジがちょっともう回んないですよね。まあなんでちょっと今ねやろうと思ったんですけどちょっとできなかったですね。まあちょっと見ていきましょうか。今度で説明書って書いてありますね。ゲームボーイ系だ。国を組む牧場物語2、あ牧場物語 GB か1の方ですね。これだと思います。たまごっち、ドンキーコングランド、んプレイステーションのホリパッド、あーゲームボーイポケットのね説明書とかって意外にいいっちゃいいですけどね。で一つの袋があって、まずなんかすごい小分けされてる、また説明書って書いてある。ゲームボーイが多いですね。ポケモン銀、モグラーニャ、コナン、あこの辺は結構懐かしい、自分が触れてるやつですね。ボンバーボーイ、カラムチャちょっとあんまちょっと新しいですよね。カーノヌシズリ3、 SE 戦国伝2、ペットショップ、メダロット、メダロット、遊戯王と、結構新しめのゲームボーイかな、この辺りは。これ何も書いてないですね。あ、ゲームボーイポケットか、カラーかと思ったんですけど、ポケットだった。で、なんかがある、何これ。こうなんか縛ってあるのがありますね。ゲームボーイのアダプターかな、これは。ゲームボーイポケットのアダプターですね。あ、これか、これはまあマリオのやつがあって、スペースインベーダー。ちょっとこう蓋がないんでね、こう手押しになってくるんですけど、できてますね一応ね。あとまあパチンコと、あとナリタブライアン2世で、あと最後の層がありますね。最後の筋肉マン、これ何、筋肉マン2世の何がのカード、なんだろうこれ。ゲームボーイカラーのコナンですね。というクリスマスプレゼントということでありがとうございました。もう一つこれですね、ゴウラ温泉、まあ、これちょっと風呂関係ないですけど、これもね事務所でもらったんですよ。でとにかくオレンジ色のパンツをもらったんですよ。まあとにかくこれね安かったと、15,800+税って書いてあるんですが、ビームスって書いてある。とにかくまあ安かったということですね。でいただいたものですね、事務所の方より。ということでじゃあ今なんですけど、今これね履いてるやつがこれ一番古いというか一番最初期のやつなんですよね。この落合先生と、青鬼先生とか、まあ海老原先生とか、まあやっぱここがねやっぱねホスね、やっぱねこのね、松本泉先生とか辛坊先生とかねありますけど、じゃあちょっとせっかくなんでこれ着替えちゃいますか。ちょっとねあの裾は詰めた方がいいかもしれないですけど、それではね、せーので、はい、ということで着替えたわけなんですけどもね、まあまあちょっとね裾はどうにかしないといけないということですかね。ちなみになんですけど、これは何ですかね、2008年ぐらいから2017年ぐらいまで使ったのかな。これもすごいですよね。まあまあ何がすごいって、もうこの後ろとか見るともう色ももちろんすごいし、これね後ろが何がすごいってもう半端ないですよ。だってこれ縫ってますからね、何回もね、こんな感じになってるんですよ。これジーンズってこうなってくるんですね、着続けるとねみたいな。だこんな感じですね。あとズボンがまあ各々貫通してるというか下まで繋がってるから、まあこの内側のこのコインのところは大丈夫なんですけど、こっからなんつうんだろう、こう出てくるみたいな、
ズボンに入れたと思ったら足が出てくるみたいなパターンもあるぐらい、とんでもない状態になってますね。これがお尻のとこですからね。ということで、まあこれは殿堂入りということで、貴重に、貴重というか保管しておきます。富士富士ギネスブックってこんな感じなんですねと思ったんですけど、11、12ページに載ってる。11、12で時戸さんいて、ここにここに載ってますね。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。富士富士富士。